こんにちは、今回は原石配布についてです。ゲーム内で本日11時から参加できるようになったので、ぜひ忘れずにログインし参加しましょう。開催期間は12期間となっていて日ごとにステージが開放されます。参加条件はランク20以上だけなのでかなり緩い条件ですね。今回は NPC との会話などもなくイベントページから直接参加可能です。これが初日のステージで感電を意識した編成を組みましょう。右下の試練報酬の原石で感電反応の累計回数なども必要です。1ステージから60原石なので7ステージあるので計420原石ですね。毎回のステージでこの場所をチェックするようにしましょう。イベントページから直接参加していきます。お試しキャラはこんな感じでお試しのみで十分原石入手可能です。使ったメンバーはこの4名になります。実際に挑戦を開始するとワープがあるので最初にワープです。先ほどの場所で真ん中の挑戦をすると、弱体化していない最強の敵たちとも戦えます。どんどんワープをして他の挑戦をクリアしていって、最終挑戦に向け弱体化させていく流れです。他の挑戦は簡単なので感電だけ意識しましょう。ヌビレットで通常攻撃をするだけで十分になります。最初の挑戦以降はマークが出るので、あとは指示に従って最終挑戦以外をクリアしていきましょう。こんな感じでマークが出ます。ここが最終挑戦の場所ですね。雷の召喚ヌビレットの通常だけでこんな余裕のある結果となります。感電反応は累計30回だけなのでゆとりがありましたね。ではイベント楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。